皆さんこんにちは。今日は大貫隆さん著書の基本の呼吸を参考に呼吸の重要性について解説していきたいと思います。そもそもなぜ呼吸は大事なのでしょうか。基本の呼吸ができることで体はどう変わるのでしょうか。今日はその中身を解説していきたいと思います。まず基本の呼吸というのは横隔膜を上下させて吸って吐くということです。ほとんどの人はこの動きをできていないのです。まず横隔膜とは何かというと肋骨の内側にあるドーム状の筋肉です。息を吸うと横隔膜が下に下がり肺を引っ張ることで肺に空気が入ります。そして吐くと横隔膜が上に上がり肺が押しつぶされることで呼吸ができるのです。これが呼吸です。しかし大人になるにつれてこの基本動作ができなくなり大胸筋を引き上げたり広背筋を使ったり鎖骨を使ったりなどして肺のスペースを無理やり作る呼吸をする人が多いのです。呼吸というのは1日で2万回呼吸をすると言われていますが2万回もこのような姿勢で行ってしまうことで肩こりや腰痛を引き起こしてしまうのです。ではどうして横隔膜が動かなくなるのでしょうか。基本的には息を吐くことができていません。息をしっかり吐くと横隔膜が動くようになり同時に肋骨の内旋といって横隔が正しいポジションになり横隔膜が動きやすくなるというメカニズムになります。また腹横筋や内腹斜筋といった筋群が肋骨の内旋をサポートするのでこの2つの筋肉を鍛えることも重要になるでしょう。この肋骨の内旋ができると体の動きがスムーズになりスポーツやトレーニングのパフォーマンスが向上し腰痛の改善にもなるのです。しかし息が吐けず横隔膜が凝り固まってしまうことで肋骨の動きが悪くなり回旋させることができなくなります。そうすると本来回ってはいけない腰椎が回ろうとしてしまうため腰を痛めるのです。また肋骨の内旋ができず肋骨が開いてしまうと人様々ですが反り腰であったりウエストが太く見えてしまったりする原因になってしまうのです。また呼吸は自律神経にも働きかけることができます。自律神経は私たちの意識しないところで休みなく働き呼吸、血液の循環、消化、代謝、体温調節などを適切にコントロールしています。自律神経は交感神経と副交感神経に分けられ簡単に説明すると交感神経とはストレスの多い状況で働き副交感神経はリラックスした状態の時に働きます。基本の呼吸がしっかりできるつまり横隔膜がしっかり動かすことができるとこの自律神経を整えることができます。ちなみに現代社会ではストレスが多く自律神経の乱れから体の不調や肩こりなどといった原因になります。横隔膜は息を吐いたり吸ったりと自ら意識的に動かすことができますので呼吸というのは自律神経に働きかける唯一の方法だということが言えます。自律神経はとても重要ですが自らの呼吸によってコントロールできますので呼吸というのは酸素を供給して生きていくためだけではなく生きていく中でもとても重要だということに気づかされますよね。ここまでのおさらいですがポイントは肋骨の内旋でこれがしっかりできると横隔膜の形が整えられ横隔膜が上下しやすくなるつまりは正しい呼吸ができるようになります。また胸椎が回旋でき可動域が広がるのでパフォーマンスが上がる。そして正しい呼吸は自律神経に働きかける唯一の方法であり自律神経の乱れを整えることができる。ここまでが内容となっており本書では改善するトレーニング方法が記載されていますので続きは実際に本書を手に取り呼吸の改善に取り組んでみてください。肩こりなどで悩まれている人でどんなアプローチをしても治らないという人がいると思いますが呼吸を正しくすることで一発で治るかもしれません。そのぐらい呼吸というのは根本的に重要なものです。結構たかが呼吸といってバカにしている人もいるかと思いますがぜひ試してみてください。体が変わること間違いなしです。このチャンネルではフィットネスにまつわる動画を配信しています。気に入った方はチャンネル登録をお願いします。